久保さん、僕ね政治家でかなり記憶に、まあ、残ってる人が一人いましてそれが小渕恵三さんですねこの、まあ、小渕恵三さんまあ総理大臣にもなったんですけど、まあ、一番そのあれはまあ久保さんも映像は記憶に残ってると思うんですけど平成みたいなあのね昭和から平成になる時の なんか昭和ってすごい長かったと思うんですよ。まあ僕も昭和生まれなんですけど、あの映像を見たのが小学2年生か3年生の時なんですよ、多分平成っていう、平成に変わりますっていう。でなんかね、ちっちゃい、ガキながらも、あの映像が小渕さんがこの平成って掲げた時の印象が非常に強くて、でこの小渕さんがね、あのこんなこと言ってるんですけど、凡人が何かをしようとするときは一つのことに徹しなくてはならないと。 凡人が何かをしようとするときは一つのことを徹しなくてはならないと。まあ、何かをやっぱ成し遂げるためには、まあ普通の人であるならば、やっぱ一つのことを徹底してやらないといけないと。で、一つのことを徹底してやることによって、一つ見えるんじゃなくて、一つのことを徹底することによって、その一つから2個、3個、4個、5つ、6つ、7つ、10個、20個、30個っていうね、いろんなものが見えてくるってことですね。 でも多くの人は一つのことも徹してやらないからこそ一つの結果も得られないっていうことですね。でも一つのことを徹底する人は一つの結果以外にも様々な結果、発見、気づきを得られると思います。僕はね、安倍総理がすごいなと思うのが内閣総理大臣って本当に日本の内閣総理大臣ってコロコロ変わるじゃないですか。今までもコロコロ変わってきたし 多分安倍総理ぐらい長くやった人ってあんまりいないと思うんですよね、記憶に。うん、まあすみません、僕の記憶な小渕さんもそんなに長く、小渕さんも内閣総理大臣そんなに長くなかったと思うんですよ。うん、そう。僕はその安倍さんはすごいなと思うのは、そこの長くやったっていうね、一番日本のトップの責任をその何年もね、重圧を背負いながら生活し続けたっていう、まれに見る、 うん、人だなとは僕は思いますけどねうんそ,うそこは全員が評価するべきかなっていうその責任をねその長年背負って生きたっていうねそれだけでも評価する値は僕はめちゃめちゃあると思いますよねだってずっと国民のこと考えてしょ国のこと考えて生きていかないといけないんで まあ僕なんかはね、あのー、自分のことを、自分の売り上げのことを考えて生きてる程度なんですよ。1億4000万人を考えて生きるってどういうことなんだろうな、みたいな <laughs>、うん。これはね、とてつもないですよ。あと外交とかもあるしね、うん。日本の国内のこともあるし、外交のこともあるし、海外とのやり合いもあるしっていう話で、これ大変ですよ。僕はもう総理大臣になりたいとは思わないですけど。 だからすごいいなっていうでもそれもすごいなとリスペックトそこをすごいなっていうねそのやってきたことがどうのこうのじゃなくてなんだろうな多くの人はそのなんかなんすかねうーんなんかその制作がどうのこうのというかも,もちろん結果を出さないといけない部分はあるんだけどもなんかね だここはそ,のそ,そこの価値に関してはやった人しか分からないというか僕もね一つのことをやってきたりとかしてるのでそこが受け取れるというかそこすげえなみたいなうんそうもちろんその政治家もビジネスも何か政策で結果を出さないといけないっていうのはもちろんあるしねだけどなんかそれ以外のうん評価っていうのも評価ができる っていうのは、やっぱ何かを感じれないとまあ難しいでしょうね。うん、う少なくてもまあね、まま前、ま、前、前、前回かわかんないですけど、言った動画で、その、あの、なんだ安倍総理は、その、国葬をする人に値しないみたいなね、っていう人はいたんですけど、その値するかしないかを、なぜ、ね、 総理大臣何年もやってないあなたが値,値をその値基準を決めてるのっていう <laughs> 少なくても安倍さんと同じね安倍さんと同じ期間その人が総理大臣をやってでんその上で自分も結果を出しているもしくは政策してきたとその上でいや安倍さんはまだまだだよっていうのあったらまだわかるんですけど <laughs> 俺はもう内閣総理大臣10年続けたよみたいなね で、政策もすげえ結果出してきたよと。まあ、安倍君はね、まあ、もうちょっと頑張れたねみたいな、何でも分かるんだけど。<laughs> そうな,なんかその、そ,なんかそれはちょっと僕はしっ、街頭インタビューであんましっくり来なかったですけどね。お前が値を決めるなっていうね。<laughs> まあまあ、人それぞれの意見なんでね。あれ,なあれですけど、うん。まあ、とりあえず、やった人にしか分かんないです、本当にこれは。 でやっ,たやった人にしかわからない側になった方がいいんじゃないですかっていうお話ですね、いってらっしゃい